皆さんに、迷惑をかけてしまったこと本当に反省しています。まあ、本人にももちろんそうですし、まあ、ファンの皆さんに対しても、まあ、裏切ってしまったということに関して今はすごく後悔であったり、まあ、本当に反省しています。すいませんでした。チャンスをいただけたということは、まあ、その期待を絶対に裏切ってはいけないと思っているので、一からまた自分をしっかり見つめ直してしっかりやっていきたいなと今は思ってます。まあ本当に自分を育ててくれたのは北海道日本ファイターズであり、北海道日本ファイターズファンの皆さんだと思っているので、まあ、すごく本当に感謝します。野球は好きなので、今回こういうチャンスをいただけたので、一から見つめ直してしっかりやっていきたいなというふうに今思ってます。はい、じゃあ続きまして、後ほどうちの大塚球団副代表の方からまた説明ありますので、よろしければこの辺りで打ち出していただきます。どうもありがとうございました。